相手によりけりですが、今日会うことになっているアッシュというやつが、これがなかなかの実力者で、あっという間にこの近隣のグループをまとめ上げちまいましてね。それも若干17歳で。17歳ですか？アッシュの一つ一つの動作を息を詰めて見てる。ボスの命令を待ってる。彼らにとってボスは絶対。彼は王者なんだ。尊敬と威風と絶対的権力の象徴。それでどうだった山猫？失せろ。あれは人食いドラだ。綺麗な面してる分凄みがあってさ。今は負けても恥ではない。手負いの虎ほど恐ろしいものはない。いくら身を守るためとはいえ、お前の爪と牙は鋭すぎる。アッシュ、ダウンタウンを仕切れるのは奴しかいないからな。分かったよ。手を貸してくれ翔太。そうこなくっちゃ。俺だってかっこいいとこ見せたいからな。すごいなんてもんじゃないや。スミス&ウェッソンの357マグナム、それで25ヤード先の的を外したことないんだから。アッシュ本当に尊敬してんだね、スキップは。アッシュ、俺はお前を信じてる。父さん信じろ。アスラン、おいで。でも僕の知ってる彼は、俺は自分が怖い。翔太を殺すなんて、今まで何人殺したかわからない。何も感じないんだ。何も。俺の体はまるで機械みたいに反応して人を殺し傷つける。俺は何も考えず、何も感じず、これほど自分を恐ろしいと、俺は人殺した、恥ずかしいと思ったことは。人殺した。ある時、服は破れてあざだらけで、何があったのか一目で分かったぞ。俺は8歳の時初めて人を殺した。レイプされたんだ。恐ろしかった。恐ろしくて声も出なかった。だが忘れてはならんこともあるぞ、アッシュ。お前を拾ってやったのは私だ。愛している、スイートハート。イエスだよ。レイプされたかどうかって言うんだろ。あなた、どうしてそんなに冷静でいられるの？おい、もう映画撮らねえのかい？またな、ムビースター。俺の息子と寝るのは構わんが、ちゃんと金を払えよ。お前は談笑がお似合いだ。そうそう、もう一度思い出させてやるぞ。便所と同じだ。そんなにかかってたら俺はとっくに死んでる。お前たちはゲラゲラ笑いながら俺たちをレイプしてた。あの時のシャッター音が今でも聞こえるんだ。カシャ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 。よせ、アッシュ。傷見せてみろ。たちもいつもそう、力で人を踏みにじり支配しようとする。好きにすれば俺は誰にも支配されない。お前たちに負けない。俺の魂をかけて逆らってやる。まともな世界の人間と付き合うなんてことはもう周りが許してくれないのさ。忘れられるもんならとっくにそうしてるよ。だったらもう思い出すな。もうお前は支配される必要はないんだ。アッシュは、あいつは少なくとも愛することを知っています。